米沢即ことぶきは、日本の政治家。北海道帯広市長。北海道帯広市出身。帯広市立帯広第六中学校。北海道帯広白洋高等学校。北海道大学法学部卒業。1978年4月、石川島張魔重工業株式会社に就職。1985年11月、日本合同ファイナンス株式会社に入社。 1989年から6年間、ロンドンに駐在した。1995年6月、北海道ジャフコ株式会社の取締役社長に就任。2005年2月、ジャフココンサルティング株式会社の取締役社長に就任。2010年4月18日執行。民主党と新党大地の推薦を受けて、無所属で出馬。 元帯広市議会議長の上野敏郎、元帯広保健所職員の井野又広ら二人の候補者を破り、初当選を果たした。2位の上野との票算は138票だった。当日有権者数、13万5234人、最終投票率 57.、57.55%2014 年4月6日、告示、4月13日執行。無所属で立候補。 自民党及び共産党が対立候補の擁立を見送ったことから、米沢以外の立候補はなく、無投票で再選が決まった。2018年4月15日執行。政党本部の推薦は受けなかったものの、立憲民主党帯広支部の推薦を受けて、立候補。自民党支部は米沢に対し、応援の方針にとどまった。全市議会議長の小森ゆ久氏を破り参戦。 当日有権者数13万9004人最終、投票率44.84%。ありがとうございます。